尾藤氏は、日本の氏族の一つ。中世の刑図州である、孫貴文脈を見ると、藤原北家秀里流佐藤氏の支流に、尾藤氏が見える。すなわち佐藤光稀吉の子、光稀吉が尾藤を称す。鎌倉幕府が開かれると御家人に弟し東明には、尾藤左近上元をはじめとした尾藤氏の名が参見する。戦国時代に現れる微藤左衛門の城地船が、 藤原秀里流の美党氏と、どのように繋がるのかは判然としないが、流れを組んだ家であったとみられる。中世の系図集である、孫貴文脈を見ると、藤原北家秀里流佐藤氏の支流に、美党氏が見える。すなわち、佐藤康義の子、康義が美党を称し、鎌倉幕府が開かれると御家人に列し、東ず明には、美党左近証言をはじめとした美党氏の名が散見する。 元々の本願地は、紀の国北部の田中、池田省だったようで、歌人として有名な、西行の出身氏族である、道省を拠点としていた佐藤氏と同族であった。戦国時代に現れる藤左西門の上地戦が、藤原秀里流の尾藤氏と、どのように繋がるのかは判然としないが、流れを組んだ家であったとみられる。鎌倉時代よび、微刀慶氏は、鎌倉時代中期の武士。 北条氏特宗家悲観であるおうち人。尊悲文脈の美党系図などによると、慶氏は三大執権、北条康時によって、特宗家初代華麗に任命されたおじの美党をげ月なの、養子となり美党氏を継承したとされる。五大執権、北条時よりの没する校長三年十一月二十二日以前には、出家していたようで、上心とこうした。寛二年、はじめの馬引きを、 北条光維持と共に担当したという記述を皮切りに、炎王二年の藤原寄継生誕五十日目の祝賀や、還元三年の日和田姫の時代など、校長三年まで七回、あずま鏡にその名を見せる。還元四年、安時の邸宅が新築された際、養父の花月名と同様に、敷地内の南門東脇に住居を構えており、同年六月十日には、 執権と一部の有力者のみで構成される秘密協議、新秘のご沙汰にも三列を許されるなど、か月つなやは森主らと共に、幕府の中枢で政治の舵取りを行うよりあい衆に認じられていた。校長三年の法上時折臨終の際、最後の看病を許された、特捜機関七人の中の一人でもある。戦国時代及び、離島地戦は、 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、豊臣秀吉の家臣。通称は神右衛門、後に西門の城と称す。意味名は、重直、友貞、知恵、工房とも言う。微藤十吉の次男として誕生。祖父重忠は、小笠原町宗、長時に仕え、武田信玄との戦いで戦死。十吉は、小笠原家没落後に、終わり。 三河に流れてきて、奥平信正に仕えたとも言う。後に共に、小田氏に仕え、十吉都長男の重房は森吉成に仕えたが、元気元年に大見国坂本でかなりと共に討ち死にした。千もはじめ森長吉に仕えるが、ついで、橋場秀吉の家人となり、天正元年、地仙は大見国長浜で250巻を与えられて、木幌州に列し、後に、 大幌州に変わったという。早々期の秀吉野中において、知仙は、三古田正春、宮田光辻、戸田勝宝と並び称された古参の家臣で、その中でも、最も軍事に通じていたという。知仙の名は、天正四年の筑部東方賀町にも見え、法岩王寺に二百文を奉納している。天正五年、張馬国内で五千国に加を。天正十二年の小牧、 長久手の戦いでは、小牧山攻めを提案した、森長義の意見を承認し、軍艦として、共に出撃したがハグロで、徳川鹿人の坂井忠次、坂木原康正らの奇襲を受けて敗走した。なお、合戦の直前に、森長義から遺言状を託されたとされてきたが、これは明らかな誤りで、長義が自分の妻である池田氏に当てたものである。 本来の図つところの位置に、尾藤人右衛門、この良しを申し揃う,うべくこううんぬんとあり、開始書が本文の後に来る変則的な書式のため従来の研究者は言惑されたと言える。同年、田島国と用化上主となった。天正13年、針馬の高砂で2600国を数像。6月、橋場秀長に従って四国性抜に参加し、 阿ワ国筆城を陥落させるなど武法を挙げ、天正十四年に、サヌ国うったず五万国に封税られた。天正十五年、突撃側の戦いで失態を犯し解役された、戦国秀久の後継として軍艦に就任。秀長の下で三千名を率いて、九州勢伐に従軍した。しかし、日向国高木攻略中、宮部慶順の守る根白坂取出が、 島津市の援軍に攻め込まれた際に、秀長に慎重論を訴えて援軍に赴むかなかった。ところが、わずかな手勢で救援に赴むいた、東道高虎らの奮戦がきっかけとなり、ね、白坂の戦いは、豊臣軍の干渉となった。また、この戦いに乾杯し遁走する島津軍に対して、ここでも知戦は、深追いは危険とし諸将を抑えて、追撃を行わせず、 島津市討伐の決定的な後期を逃した。これらのことに、秀吉が怒り、その咎めを受けて、7月2日、所領を没収され、追放された。天正17年3月、天馬本願寺にいたところ、呪落大落書き事件に、芝吉銀、細川明元と共に巻き込まれ一時は捕獲された。その後、伊勢国の浅間山に潜伏し、一説ではここで病死したとも言うが、 放浪の末に、御法上氏に仕えたとも言う。天正十八年七月、下佐の古川で、小田原を平定した、秀吉の前に停発して現れて、勘定をうた。柴田勝家への急進作満世、勝幸兄弟が、御法上氏に仕えていたが許されたのを例にとって、家人であった自らの赦面を訴えたところ、帰って秀吉に激怒され、捕獲されて路上に置いて、 手打ちにされた。最後については、諸説があり、ナスで斬殺されたとも言う。また、小田原役の孔で新たに、さぬき半国の所領を与えられた、品の国松本の小笠原条件は、この時に、地線を拡張として庇護していたということが後で分かって、改役され、すべての領地を没収された。美東市系図美東市系図実践は実施。破線は要し中和。 尊皮文脈による国立国会図書館2021年1月4日閲覧このほか非全国、非語国に岸熊本藩に見られるありがとうございます。